ジェームズ・シゲタ、1929年6月17日から2014年7月28日は、アメリカ合衆国ハワイ州出身の日系アメリカ人3世の、歌手、俳優。ホノルルの日系移民の家庭に生まれ、作家か英語教師になることを志して、ニューヨーク大学で英語を学び、一方では、演劇も学び、在学中の1950年に、 友人の勧めで応募したスター発掘番組テッドマック S アマチュアアワーで優勝。奨学金を得て声楽を学びラスベガスのナイトクラブで歌手としてキャリアをスタートさせた。デビュー当初は人種に対する先入観を除いた方が成功するだろうというエージェントの発案でガイブライオンというヨーロッパ風の芸名を使いニューヨークやハリウッドのサパークラブで活躍。 人気を得た。しかし、朝鮮半島で朝鮮戦争が始まると、アメリカ海兵隊に入隊し2年半従軍した。除隊時の階級は二等軍曹除隊後、ラスベガスで歌手活動を再開。ロサンゼルスのサパークラブ、プレイヤーズに出演中、ハワイの松尾工業の招きを受け、1954年12月12日に発来日。本名である、 ジェームス・シゲタの名前で赤坂のナイトクラブラテン・クォーターを皮切りに日本での活動をスタートさせた。翌1955年の正月公演から歌手として日劇ダンシングチームのレビューにゲスト出演して日本劇場のステージに立った。また、コシジ・フブキラとゲストとして参加した1958年の NDT 合集公演チェリー・ブロッサム賞は 大成功を収め、シドニーモーニングヘラルド氏の劇表には、主演男優のジェームズ・シゲタは、端正な二枚目俳優で、彼の心やスラグ・バリトンの声を、レコード化すべきと記されている。その他にも、NHK 紅白歌が戦に2回、連続出場するなど、およそ5年間、日本で活躍した。演技経験はなく、俳優になる気もなかったが、帰国後の1959年、 サミュエル・フラー監督のクリムゾン着物でスクリーンデビュー。事件の捜査中に出会った白人女性と恋に落ちる日系人刑事を演じ、アメリカ映画で初めて白人女性の愛を獲得した役を演じたアジア系俳優となる。これは異人種間の恋愛が描かれることが極めて稀で、恋愛映画の場合、白人女優の恋の相手は白人男優が演じるといった人種による、 役割分担が常識化していた当時のハリウッドの撮影システムの中で従来の常識を打ち破ったエポックメイキングな出来事であり現在でもアメリカ映画史の中の重要な出来事の一つとして語られているクリムゾン着物の撮影後もラスベガスで歌手活動を続けるがパラマウント映画のプロデューサーの目に留まりウォークライク A ドラゴンに中国人少女をめぐって カウボーイと対立する誇り高い中国人青年役で出演。また、1961年には、ロジャースハマースタインのミュージカルを映画化したフラワードラムソングで主人公の一人の中国人青年、太陽に架ける橋では、アメリカ人女性と結婚した第二次大戦中の実在の日本人外交官、寺崎英生を演じ、ロマンティックな二枚目の日系俳優としての地位を、 確立した。寺崎永星の兄、寺崎太郎役で共演した丹波哲郎は、ジェームス・シゲタは、まあ交換の持てる男だったねと後に10回している。1976年に出演したミッドウェイでは、南雲忠和中将を演じた。日本人らしさを出そうと役作りに不信し、共演した三船敏郎を感心させたという。1970年代からは、 テレビ作品へのゲスト出演が主となり、しばらくスクリーンから遠ざかったが、1988年の映画、ダイハードでは、人質として命の危機に遭いながらも毅然と振る舞う日系人社長を演じた。他の日系俳優と同様に、中国人、ベトナム人など、アジア人全般を演じることが主であり、ある映画制作者が言ったという、ジェームズ、もし君が白人なら、 大スターになっただろうという言葉が表す通り、ロマンスの主役から冷酷な悪役まで、ハリウッドのアジア感の変化が配役に反映され、キャリアの浮き沈みとなって現れているが、長きにわたって第一線で活躍するアジア系俳優としての存在感を示し続けた。映画のほか、フラワードラムソング、王様と私といったミュージカルの舞台にも出演している。2006年には、もに、 フラワードラムソングに出演したナンシー・クワンとラブレターズで45年ぶりに共演し話題を呼んだ。2006年にサンフランシスコで開かれたサンフランシスコインターナショナルアジアンアメリカンフィルムフェスティバルではジェームズ・シュゲタ特集としてクリムゾン着物・キモノ太陽にかける橋ウォーク・ライク・エイドラゴンが上映されるなどメロドラマの主人公としての人気は今も高い。 2012年に脳卒中で倒れ、ビバリーヒルズの介護婦住宅で療養生活を送っていたが、2014年7月28日、肺不全のため死去。85歳没。8月9日、教区院であったロサンゼルス第一改修派協会で、告別式が営まれた後、8月31日に故郷ホノルルで追悼式が行われ、 国立太平洋記念墓地に埋葬された。2015年のアカデミー賞で追悼が行われた。私生活を公にすることを固くなに拒否しており、インタビューでもプライベートについてはほとんど話さない。流暢な日本語を話し、イタリア語、フランス語も話せるが、日米タイムズのインタビューに、日本語は話す機会がないので昔ほど、うまくなくなっていると謙遜気味に語っている。 もともと日本語は話せず、来日に際して勉強したという。アジア人に対するステレオタイプな見方を印象づけるような役は避け、アジア系アメリカ人の現実的な姿を演じることで、アジア人に対する良いイメージを与えたいといい、自身の出演作の中では、実話であり、日本人を好ましく描いている、太陽にかける橋が好きな作品で、ソフト化を希望していると話している。 自身については、スターよりも、アクターと呼ばれる方を好み、自分を表す言葉は、シャイであると答えている。様々な人種と異文化が混在するハワイが、自分の根幹であり、ハワイから来た、恥ずかしがり屋の田舎育ちの少年と呼ばれるのが好きだと、言う。ありがとうございます。